ナチル編第8回、始まります。ソサエティ集会所、いるのはナチルとジルルダ女子のみ。ジルルダさん。誰も来ないんですが。気まずい。そのようだね。というか、今日は清掃日だから入るなって連絡していたはずだけど。聞いてません。あと、クラリスさんは絶対にサボるな、来いって。私はどうすれば。ターンオーバー観測中。今話しかけないでもらえるかな。いで、製造だ？なんだこの看板。ナチル！ナチル！来い！来たけど。ああ、頭が痛い。痛い痛い痛い。ガンガンする。何時だと思ってるんですか？それにまた二日酔い。ああ、ナチル、それが師匠に対して言う言葉か？お前、だんだん態度がでかくなってきたな。ああ、私に絡まないでくださいよ。よし、決めたぞ。今日の課題は錬金術式でこの痛みを取るものを作れ。いいな。ああ、なんだその顔は。お前まさか師匠に弓引こうって腹じゃないだろうな。そんなことはこれ、これを飲んでから言ってくださいよ。そのにやけ顔は。君の悪い。それにこれほら、いいから。はいはい。驚いた。痛みがすっ飛んだ。やった。ちっ、お前本当に錬金調合術だけは超一流だな。でもだからこそ。クラリスティア、困ったことになったぞ。中央区でターンオーバーの予兆が出た。それもかなり大きい。巫女様には伝えなきゃいけないだろうね。ここまで大規模な予兆は数年ぶりだ。他の連中は？スカーレット・ドドリスはいるだろう。二人とも手は空いてないね。コーラル・サリーとランは地下鉄道の検査でしばらくは連絡がつかない。ミラージは会合、キットカットは一応検査入院中。分かった。私が行けばいいんだろ。まあもうしばらくの辛抱だ。あれが成功すれば全て片付く。だといいけど。え、もしかして私のミッションってターンオーバーに関係あるんですか？ああ、関係はある。でも今言えるのはそれだけだ。ちょっと話は違うんですけど、実は母の症状がターンオーバー、肺化病じゃないかって思っていて。こんな症状なんですけど。肺化病の可能性はあるけど何とも言えないね。ただ簡単な確認方法はある。この紙を一晩本人が持っておくこと。これ以前キッドが持っていた紙と同じ。ああ、同じようなものだ。でもこっちは魔力ではなくターンオーバーに反応する。一晩近くに置いておいて、白いまま変化がなければ肺化病じゃない。黒くなれば肺化病の可能性が高い。持って寝れば朝には結果がわかる。でも多分疲労だろうな。肺化病のダメージは隠して生活できるようなものじゃない。心配はないと思うけどね。流通しているものよりは精度が高いから、人体に発生したターンオーバーにしか反応しない。まあ黒くならなきゃ肺化病の可能性はゼロだ。ありがとうございます。よし、枕の下に置いたから、あとは明日の朝調べるか。
なっちゃん、お弁当は作っておいたから明日はそれを持って行ってね。うん。肺下病だったとしてもお母さん絶対に入院しないって言うだろうし、よかった。目が真っ赤。ちょっと夜風に当たろう。あれ、クラリスさん、どうしたんですか？で、酒臭いですよ。うん、製薬会社主催のパーティーの帰りだ。夜風に当たっていた。それでたまたまうちの前に。この辺りと聞いていたんでね。下町似合いませんよ、そんなド派手な格好して。見つかったらまた騒ぎになります。そうだな、よくここまで這い上がったものだと自分でも思うよ。昔は犯罪者だったから。犯罪者さてはきっとか。なんだ、やっぱりデマなんですね。私はクラリスさんのことだからてっきり。でもまあ殺し以外はやったな。いや、遠回しに誰かを殺していたかもしれない。あの、冗談だったんですけど。面白いな、お前。私は母親を犯罪で失い、そして犯罪を犯した。その頃のことは正直よく覚えてない。ところで母上はどうだった？ありがとうございます、やっぱり大丈夫でした。そうか、よかったな。お前はよくやっている。今更ながら私は弟子を取って本当によかったと思っている。また酔ってますか？まあ明日ゆっくり話そう。何についてですか？お前の修行があと一周で終わるかに決まっているだろ。まあ終わらないようだったらとりあえず一日延長するごとに爪一枚剥ぐから、早いとこ再生魔法でも覚えておくんだな。何それ。はあ、うん、悪いね、手伝ってもらって。いや、私何もしてませんし。ターンオーバーを抑え込む、いわゆる大敗の儀の時は無防備でね。人手がなかったんで君に手伝ってもらったんだよ。無防備？無防備じゃ何かまずいんですか？ああ、まあ別にどうってことはないんだけど、一応ソサイティにも規則があってね。本来なら大敗の儀の最中は最低でも衛兵2名が護衛に入ることが義務付けられているんだけど、今日はみんな出払っているのさ。あの仮面の衛兵？そう、彼らは我々の傀儡兵だ。定期的な魔力供給は必要だが、命令に忠実な自律型魔法生物だよ。自律型魔法生物といっても無機物を変幻させるほどこの世界のマナは濃くないからね。彼らはね、死体を使って作ったのさ。死体？ああ、損傷の激しい殉職兵の再利用だね。女だらけの組織だから力仕事は基本苦手でね。言うなれば腕力担当だ。ちなみに去勢済みだから心配は無用だよ。そうですか。でもこんな街中でターンオーバーが起きるなんて。そうだね、
君はあまり出歩かないようだから知らないかもしれないが、この辺りで起きたことも一度や二度じゃないんだ。まあこの世界自体が鬼神でいるんだろうね。あと100年持つかどうか。世界が鬼神。クラリスさんですか？ここ数日来ていませんけど。そうですか。キットカットさん、彼女と連絡は取れないんですか？音信不通だね。まあもともと連絡取れるタイプじゃないし、普段も大敗の儀の時しか来てなかったからね。また二日酔いで潰れてるんじゃない？ではキットカットさん、ナチルさんの訓練を代わりにお願いできますか？僕が？面倒だな。ターンオーバーは不安定だし、ソサイティは慢性的な人手不足。それでいて環境庁はソサイティがターンオーバーの進行に対して手をこまねくのを待っているってのもなんだかね。大敗の儀、私じゃ無理ですか？どうしたなっちゃん、急にやる気になっちゃって。そんなんじゃないけど、ただお母さんが肺化病かもって思った時に、このままじゃまずいんじゃないかって。でもなっちゃんの魔力じゃちょっと、いやかなり絶望的に無理だね。でも魔力って訓練でも伸びるんですよね？まあそれはそうだけど。オルベールさん、体調は大丈夫かい？最近顔色悪いよ。ええ、ちょっと今仕事の方が忙しくて。この前の話だけどさ、お店売らないかい？結構いい値段で買いたいって人が何人もいるんだよ。なっちゃんのために積み立てを続けるのはいいけどさ、当面の生活費にも苦労しているみたいじゃないか。ええ、まあそうですね。あ、おかえりなさい。おかえりなっちゃん、最近よく出かけているみたいだね。おじさん寂しいよ。どうも。なっちゃん、お母さん今日はお夜勤行ってくるから、あとよろしくね。ご飯は作っておいたから。うん今月は残業多くて助かるわ。それにしても綺麗になったね。あの器量だったら仕事も。バカなこと言わないでください。ん？そうだそうだ、今日はチェティさんが来るんだった。高齢党が持ち帰ってくれた貴品を準備しておかなくっちゃ。それにしてもお母さん、残業が嬉しいなんてどうかしてるよ。何これ？なんでこんなに？黒くなった髪、市販のだ。それにこれ、私名義の通帳。これ。パルトマンを売った時のお金だ。そしてこれは私の薬代。隠してたんだ。全然大丈夫なんかじゃない。苦しいのに私に心配かけないように、私に隠して笑ってたんだ。全部私のせいじゃないか。なんでこんな、こ
これと、これと、どうしよう、私。お母さんが、お母さんが死んじゃったら、このままじゃお母さんが死んじゃう。セツイさんに。なるほど、お母様が肺下病か。はい、わかった。君の希望になるかはわからないが、私の知っている話をしよう。少し遠回りな話になるがいいかな。この世界の話だ。でも世界地図に書かれている世界のことじゃない。もっと大きな意味での世界のことだ。言うなればこの世界地図の名前とでも言おうか。そしてこの世界はアルステラと呼ばれている。わかるかい？聞いたことくらいは。アルステラにはね、実はアルムーンと呼ばれる双子世界がある。本来は一つしか世界が存在しえない場所に二つの世界があるということだ。これはいわばそう、一つしかない椅子に二人の人間が座ろうと尻を乗せているような不安定な状態と一緒。そしてそのせいで世界のバランスは崩れ、ターンオーバーは起きているという話だ。私はこの説が正しいと思っている。だがそうだとすれば、君ならどうやって解決する？椅子を二つ用意する。いや違う、参加者を一人にする。その通りだ。理論上は相手が椅子取りゲームから脱落すればターンオーバーが止まる。そう、だからバランスを取るんじゃない、もっとバランスを壊すのさ。そして私はこう考える。君が気品を持ち帰ってくるこのアパルトマンの裏に広がる空間は偶然の産物なのか。このアパルトマンはあちらの世界とこちらの世界でバランスを取るためのものじゃないかとね。となれば向こうの世界にもこれらの強力な力を持った品と対になる品があるはず。ここで君の話に、ターンオーバーの話に戻そう。私はね、それら対となる品をこちらの世界に持ち帰ればシーソーに乗った二つの世界のバランスを崩せるのではと考えているんだよ。いや、バランスはすでに崩れている。だが向こうに傾いているものをこちらに振り戻せればとね。バランスがこちらに傾けばこちらのターンオーバーは完全に起きなくなるってことですか？ああ、おそらくね。でも気品といってもどこでどうやって？ソサエティが君にさせたいこと、それはもう一つの世界に君を送り込むことだろう。そんなこと聞いてません。ただ私にしかできないことだとしか。だがもしそうだとすればこれはチャンスでもある。向こうの世界にもここと同じようなワードローブがあるはずだ。それを利用すれば気品は手に入るだろう。どうだい、強い力を放つ気品探し、やれそうかい？わかりません。でもソサエティの作戦がどうなのかわかりませんが、もしさっきの話の通りならその気品集め私やってみます。少しは元気が出たようだね。さっきの君はそのまま首でもつってしまうんじゃないかって顔だったよ。それにもしそんな気品が手に入ればこのアパルトマンを丸ごと建て替えられるくらいの金額で買い取ろうじゃないか。君が覚えている限り私は嘘は言わない。頑張ってくれ。はい。といったところで今回は終了です。次回ガレリアへ。それでは皆さん、お達者で。